しよ大会が震え上がった千代の富士の凄さについてお伝えしていきます。現在千代大会は14代九重を襲名し、多くの力士を育て親方として活躍しています。そんな千代大会ですが、入門以前は大分の悪童として有名で、誰も手をつけられないほどだったそうです。千代大会は小さい頃から体が大きく、幼稚園の頃にはなんと50キロを超えていたようです。その恵まれた体に加え、運動神経も抜群で、当時習っていた柔道や空手で格闘戦争を披露していました。思春期を迎えると暴走族として悪行を繰り返し、毎日喧嘩は当たり前など手のつけられないほどのヤンキーとなっていきました。その名は九州全土に名を轟かせ、大分の龍二として有名だったのです。そんな悪名高い千代大会を構成させたのが、後に師匠となる千代の富士でした。手のつけられないほど荒れていた千代大会を千代の富士はどのようにして構成させたのでしょうか。相撲界に入る前の千代大会は多くの悪行で数多くの武勇伝を残していました。そのエピソードはまるで漫画の世界と思わせるような強烈なものばかりです。例えばタバコについてですが、なんと千代大会は小学5年生の時から吸っていたそうなのです。中学時代は喧嘩などに明け暮れる毎日で、学校にはあまり行っていませんでした。二桁人数の高校生を相手に喧嘩をして千代大会一人で勝つという武勇伝も残されています。周囲では誰も相手にならず、ヤクザ数人と喧嘩をした際も全くひるむことなく立ち向かいました。こんな度胸の強さを気に入られ、ヤクザにスカウトされたこともあったそうです。さらに大分県最大で九州でもトップクラスの勢力を誇っていた暴走族を率いるなどの伝説も残されています。大分の龍二といえば、僕でも知っているくらいのすごく有名な人だった。佐賀県出身で、同年代のお笑い芸人の花輪さんもこのように語っていました。しかし悪童として数々の伝説を残してきた千代大会ですが、決して弱い者いじめのようなことはやっていませんでした。さらに先生の言うことも素直に聞いていたそうです。リーゼント頭の千代大会が卒業式で涙を流している映像はたびたびテレビで放送されて有名になっています。こんな千代大会も礼儀正しい一面や優しさを持ち合わせていたことがわかります。一方、荒れた我が子を持つ母親の心労は相当で、心中を千代大会に求めたほどだったそうです。千代大会は高校を担任の推薦もあり、高校受験をしましたが、その結果不合格となり、中学卒業後はとび職として働くようになりました。しかし千代大会は相撲についてほとんど知りませんでしたが、苦労ばかりかけてきた母親を安心させたいという思いから大相撲入りを決意するのです。どうせやるなら一番強い人の弟子になりたいと思い、元横綱千代の富士の九重部屋へ母親と入門志願に出向きました。この時千代の富士の存在として名前だけは知っているという感じだったそうです。千代大会は大横綱であった千代の富士の前でも普段と変わらない悪態をついていました。この千代大会には衝撃の結末は待っていたのです。平成4年10月、金髪に擦り込みを入れてリーゼントをビシッと決めて、千代大会は千代の富士の元へ入門志願の挨拶に向かいました。千代大会は千代の富士の部屋に通されました。この時千代大会に衝撃が走りました。千代の富士はあぐらをかいていましたが、その姿に後ろの窓ガラスから月光が入り、千代の富士に光が差しているように見えたからです。その千代の富士の姿を見た千代大会は極度に緊張感が高まりました。その時の千代の富士は1年前まで現役だったこともあり、体つきもさほど変わっていませんでした。また眼光も現役の頃と変わらず鋭く、今まで見てきたその筋の人たちとは全く違うオーラを千代大会は感じました。どんなことがあっても恐れることのなかった千代大会でも、この人には殺されるという感覚が走ったようです。千代の富士がまとうオーラにまるで柵のない状態でライオンと遭遇したような感じだったと千代大会は当時の様子を述べていました。千代の富士が放っていた殺気すらも感じる凄まじいオーラに、やっぱり千代の富士はすごいと千代大会は圧倒され縮こまっていたそうです。すると千代の富士は、あんちゃん座れと声をかけました。千代大会は恐る恐るそこに座りました。そして千代の富士から質問されました。あんちゃん何しに来たの。千代大会は、相撲界に入って親孝行がしたいですとその質問に対して答えました。この瞬間、
今まで眉間にシワを寄せていた千代の富士から笑みがあふれ、同席していた千代大海の母親に、この子は頑張れそうだね、と述べました。その優しい響きの言葉を聞いた千代大海は、ありがとうございます、と入門が決まったと思い、頭を下げました。ですが、そんな簡単にはいかなかったのです。千代の富士の少し前の笑みはなくなり、険しい表情へと一変させ、その前に、まず、その頭をどうにかしてこい、と千代大海を一喝しました。結局、その日は、ここの江部屋への入門を認められなかった千代大海ですが、千代大海の心はこの時、決まっていました。地元に帰った千代大海は、すぐに金髪リーゼントを捨て、頭を丸めたのです。千代大海は、この人の元で一からやり直そう。今までの自分とはもう違うんだ。という新たな気持ちで頭を丸めました。そして、翌日の朝、前回とは違った姿で、千代の富士の元を訪れました。頭を丸めた千代大海の姿を見て、千代の富士は、剃ることはないだろうと言いながらも喜んでいたように見えたそうです。こうして、千代大海は、ここの江部屋に入門することになりました。千代大海は、序の口から横綱まで番付があることも、何も、相撲界のことは知りませんでした。ですが、番付の仕組みを覚えた千代大海は、なんて楽しい世界だ。北から南まで、強い奴らがここに集まっていると思うと、体がゾクゾクして寝つけないほどの興奮が止まらなかったそうです。千代大海は、俺が求めていた場所はここだと思いましたね、と語っていますが、相撲は、千代大海にとって、運命的な出会いとなったのです。相撲界を、この力で成り上がっていくんだ。と、千代大海は、心に強く誓ったのです。千代の富士によって構成された千代大海は、恩返しをしたいと、相撲に、毎日懸命に打ち込んでいきました。稽古で、同期生と相撲を取った時に、千代大海は、何も考えず突っ張っていきました。すると、千代の富士が、お前はそれで行きなさいと教えられました。その言葉から、千代大海の代名詞である、突っ張りが生まれ、これは、入門後すぐに決まったそうです。千代大海は日々精進を重ね、場所ごとに体は大きくなっていきました。1994年3月場所の初土俵から約1年が経過した頃には、3段目優勝を果たします。そして、番付を幕下12枚目まで上げていきました。怪我もあって、新十両にまで昇進するには1年以上かかりましたが、1995年7月場所で新十両に昇進しました。1997年9月場所には、新入幕を果たし、順調に出世していきました。そして、ようやく、悲願の師匠の千代の富士に恩返しをする時が来たのです。新入幕から、4場所目の1998年3月場所でのことでした。千代大海は、横綱の貴乃花から金星を奪ったのです。千代大海は、現役時代に印籠を渡された師匠の敵討ちだと思って臨みました。と気合が入っていたと述べていました。千代大海にとってこの金星は生涯唯一の金星となりました。この時の千代大海が千代の富士の様子を目にして、師匠はもう顔を真っ赤にして大喜びですよ。熱い人なのですぐ泣くんですが、その時も目が潤んでいました。と振り返っていました。大金星を挙げた際の懸賞金を師匠に渡すと、その倍くらいの金額をご祝儀でくれたのだそうです。千代の富士もさぞ嬉しかったのでしょう。そんな千代の富士を見た千代大海は、自分も喜びに浸り、その日は千代の富士と朝まで一緒に飲み歩いて夜を明かしたそうです。入門当初から指導され、磨き上げてきた小刻みな突っ張りは、同時に足も出て直進し、相手を突き出していくことから電車道とも呼ばれるようになりました。相撲に入る前には空手や柔道の格闘技をやっていたため、格闘センスもここで磨かれており、そこに相撲をプラスした、その威力は凄まじいものだったのです。1999年1月場所では、念願であった幕内最高優勝を果たします。この優勝が認められ、場所後に大関に昇進しました。千代大海は、この大関の地位にたどり着くまで、22歳で相撲の世界に入り、わずか6年で達成させました。その後、数々の名勝負を残し、幕内最高優勝を3回、大関としては、歴代1位タイの65場所を務めました。千代大海も、あと一歩のところで、横綱になることはできませんでしたが、名大関として、その名を刻んだと思います。2010年の1月場所をもって、千代大海は引退し、年寄り名跡の佐野山を襲名しました。そして、ここの江部屋の親方として、指導に当たりました。2016年7月31日。
師匠である千代の富士が亡くなってしまいます。生前に千代の富士から次はお前が引っ張っていけと言われていた千代大海は14代九重を襲名し九重部屋を継承しました。部屋を継承した九重親方元大関千代大海は師匠の葬儀であまりに突然のお別れとなり悲しくて悔しくて仕方ありません。平成4年11月私が初めて九重部屋を訪ねた日師匠の圧倒的なオーラ鋭い眼光を目の当たりにしこの人の下なら頑張っていけると思ったことを今でも鮮明に覚えています。あの日から24年私をここまで育ててくださり心から感謝しております。師匠から教わった相撲道を我々弟子たちは体全体に改めて焼き付け一生忘れることなく守っていきます。これからもずっと天から見守っていてください。師匠本当にありがとうございましたと挨拶していました。千代の富士は入門前はとんでもなく荒れていた千代大海を構成させ大関に昇進するまでの力士に育て上げたのです。チャンネルの感想。千代の富士は自分のことだけでなく他の力士まで立派に育て上げたのは本当にすごいと改めて感じました。大相撲の歴史の中で最も強くてかっこよくファンから愛された横綱ではないでしょうか。千代の富士の血統を千代大海が受け継ぎ千代の富士のような相撲界のスター力士を育ててくれたら嬉しいです。よかったら皆さんの感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。